こんにちは、マロと申します。今回はですね、日本の受験についてお話ししていきたいと思います。日本人にとってですね、受験というのはですね、かなりのビッグイベントになります。早い人はですね、幼稚園の入学を希望する時点で、遅い人でも高校への入学を希望する時点で、受験を経験することになります。私は中学に入学するときと大学に入学するときで、2回受けたんですけど、大学に入学するときはですね、1日10時間以上毎日勉強していました。で、周りの人も割とそのくらい勉強しています。受験はですね、多くの人が日本では経験するんですが、時に問題視されることもあります。受験生はですね、多くのストレスを抱えて、心やですね、体を壊してしまったりすることがあります。また受験にですね、かかるお金、塾にかかるお金っていうのもかなり高いもので、裕福な家の受験生にとっては有利だけど、そうじゃない家にとっては少し不利なのかなという問題もあります。日本では少子化で、昔に比べて、最近ではですね、受験も比較的楽にはなってきたんですが、受験が原因でですね、自殺をしてしまうというニュースもですね、たまに聞くことがあります。一般に日本はですね、学歴社会で、そのため受験は日本人の人生にとって大きな影響があると考えられているんですね。これは中国や韓国と少し似たところがありますね。少し受験から脇道に逸れてしまうんですが、日本の大学で今問題になっているのが学費の高騰です。昔から比べたら物価は上がってはいるんですが、それを考えても少しおかしいぐらい日本の大学の学費はですね、上がってきてしまっているんですね。で、最近政府がですね、お金がない家庭にお金を給付するようにはなったんですが、それでもですね、ちょっと遅いのかなというふうに僕は思っています。今回は以上になります。グッドボタンとですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。